何時夜の闇にちょ ここに記憶のかけらと祝福を与えん。善も悪も、正も淡々と歩いてきた。幸も不幸もない。喜びも悲しみもない。白と黒が私を切り裂いて、天と地が私をなぶって、私は、みだらになってしまった。どこから始まって、どこで終わるのか。私はどこにも属さない。私は歩んではいないのだ。ただ、世界が回っていた。楽園。何番にいたしましょう。15番で。かしこまりました。レン、出番だ。お客様に粗相のないようにな。そこは楽園と呼ばれていた。館の名前もあったのだろうが、私たちには知らされていなかった。もちろん楽園がどこにあるのか、私たちは何をしているのか、そしてなぜここにいるのか。おはよう。おはよう、レン。やあ、やっと起きたね。クロス。楽園へようこそ、レン。楽園へようこそ。レン、僕仕事に行ってくるよ。また呼ばれちゃったんだ。クロス、またお仕事？平気だよ、レン。またすぐに会える。それまでおとなしくしているんだよ。クロスという少年はいつものように忙しく仕事に出かけていった。私の知らないところで彼の凄惨な仕事は毎日繰り返されているようだった。いや、他の子供たちもみんな私の知らないところで。子供たちは仕事をしていた。なぜか私には仕事が来なかった。そう、一度たりとも私は仕事をしなかった。他の子供たちが衰弱し痩せ衰えていく中、私だけはおいしいものを食べお人形で遊んでいればよかった。私だけは特別なのだ。クロスは私をお姫様と呼んだ。おはよう、レン。今日もいいお天気ね。でも風通しが悪いわ。窓を開けましょう。その元気な子はエッタと言った。いつもニコニコ好奇心旺盛で、部屋中のあちこちをつついてはクロスに怒られていた。ねえレン、一緒に遊びましょう。私もお人形さんごっこしたいな。いいけど、お仕事は？今日は変なお洋服を着なくていいの？今はお休み。だってクロスが出ているんだもの。あの子最近指名が増えたわよね。社会的ニーズってやつかしら。エッタは
少し混ぜている。くだらない冗談を飛ばしてはクスクス笑うのが癖だった。アジは可憐で大人びた女の子だからおじさんたちの指名が多かった。でもアジェは一切嫌そうな顔をしない。そして手際よく仕事を済ませてしまう。アジェ、お仕事嫌じゃない？とっても痛いんでしょ？大丈夫、レンは気にしなくていい。いろいろとコツがあるの。上手にやればすごく簡単なのよ。レンが心配することじゃない。レンはいつも幸せだから。うん、それでいいの。レンが幸せなら私も幸せだもの。カトル、いつも殴られてばかりいる男の子。体が小さいせいか、いつだってお人形さんみたいに遊ばれていた。ねえカトル、カトルってば、またぶたれてしまったの？うん、よくわかんない。新しい遊びなんだって。よくわかんないや。大丈夫だよレン、僕は平気、全然平気さ。いつものことだよ、もう痛くないよ。レンがいてくれれば全然平気。カトルはいつも見えないところで血を流していた。それは多分おまじないの一つだった。綺麗な人はきっと綺麗な血を流すのだ。ただいま、レン。少し長引いちゃったよ。そしてクロス、彼が私たちのリーダーだった。クロス、エッタ、アジェ、カトル、そしてレン。いつも同じ部屋で過ごしているかけがえのない仲間たち。他にも子供たちはいたみたいだけど、どうでもよかった。私たちは5人で楽園に住んでいた。お姫様、ねえクロス、他のみんなはどうしてお部屋にレンとクロスしかいないの？何を言っているのさ、レン。ここには初めから僕たちだけ。僕たちだけしかいないんだよ。そうだったかな。そうだよ。初めから僕たちだけの世界さ。後で気づいたけれど、他のみんなを隠していたのはクロスだった。私に気を使わせないためか、あるいは直視できるような状況ではなかったのか。クロスはいつも私の目を塞いで何も見えないように注意していた。レン、いいこと教えてあげる。はい、喜んでって言うのよ。するととってとても喜んでくれるの。はい、喜んで、はい、喜んで、何をされてもはい、喜んで。これでみんな喜んでくれるわ。おかしいでしょ、喜んでいるのはお客様なのにね。私も一つだけ教えてあげる、とっておきの方法。あのね、相手の気持ちを想像するの。きっと気持ちいいんだろうなとか、
今感じているんだろうなとか、痛いのだけは我慢できないけれど、嫌なことは気にならなくなるの。無理やりはダメ。どうしたら相手が喜んでくれるかきちんと考えるのよ。じゃあ僕もあのね、絶対にごめんなさいって泣いちゃダメなんだよ。ごめんなさいって言うとますますぶたれちゃうからね。痛くても悲しくても泣いちゃダメ。ごめんなさいって言っても許してもらえないもん。みんなありがとう。でもレンには必要ないと思うわ。レンには仕事なんて来ないもの。いつもここでお人形を抱いているの。レン、ずっとここにいるわ。そうだね、レン。君は僕たちのお姫様。大事な大事な人だから。僕たちが守ってあげる。だから、何も見なくていいんだよ。レン。勇気。レン、何をしているの？お絵描きよ。ほら、これが怪獣。レンたちを閉じ込めている怪獣よ。金の瞳に真っ黒な鱗。お口は食べちゃった人間の色で染まっているの。罪の色か。素敵だね。でもお腹だけはきっと真っ白。でないとどっちが前だかわからなくなるもの。そうだね。きっとお腹は真っ白だね。ねえクロス、他のみんなは？みんなお仕事に行っちゃったの？レン、ここには初めから僕たちだけ。僕たちだけしかいないんだよ。そうだったかな。そうだよ。初めから僕たちだけの世界さ。僕たち二人だけ。さあ、お絵描きしよう。次はお姫様の絵を描こうかな。クロスは目隠しがとても上手だったけれど、私にも少しずつ見えてきたことがあった。クロスは疲れている。これも他のみんながいなくなったせいなのか。全ての使命をクロス一人が受けていた。そしてクロスもまた消え始めていた。レン、体を拭いてあげる。今日はひどく汚れてしまったから。いつもありがとう。クロスは優しいのね。レン、ごめんね。レン、僕がうまくないばっかりに君を守るって決めたのに。クロス、どうしたの？顔色が悪いわ。なんでもない。なんでもないよ。クロス？なんでもないって言ってるだろ。君が悪いんだよ。クロス。君が悪いんだよ。何もかも君が悪いんだ。他のみんなはすぐに殺しちゃったくせに、どうして僕だけ生かしておくんだ？君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。僕はもう、とっくに死んでいるのに。でん。そして、初めての仕事が来た。もう誰もいなかったのだ。
私の代わりに出て行ってくれる子供が。だから、レンは仕事をせざるを得なかった。レンは初めて、外へ出た。レン、出番だ。お客様に粗相のないようにな。どうした、レン。いつものようにやってみなさい。おい、触れ込みと違うじゃないか。15番は特別なんじゃなかったのかね。おかしいですね。いつもは本当にいい子なんですよ。お客様のどんなニーズにもお答えできる、とっておきの天使です。はい。ほら、レン、挨拶しなさい。いつもやっているだろう。今日はどれをやるのかな。可憐なお人形さんかい、それともクールな男の子かな。リンじゃない。え、リンじゃない、リンじゃない、私じゃない、私じゃない、それは私じゃない、私じゃないんだ。誰かが何か言っている。私はいつものように耳を塞ぐ。誰かが何かをしている。私はいつものように目をつぶる。私はいつものように、私はいつものように、私はいつものように、私はいつものように遊びに。命の蜜だ、クロスが言っていた。死にかけた人間でも元気になれるって。クロスはよく飲まされていた。とても甘くて美味しいシロップの味。さあ、レン、今日はシロップを多めにしておいたよ。ゆっくり飲み干すんだ。ゆっくりゆっくり、そうそう、こぼさないようにね。ゆっくり残さず飲み干すんだよ。ではごゆっくり。支配人が立ち去るとき、頭が少しずれた。もういい年なのか、それとも変装しているのか、はあ、薬が効いてきた。さあ、レンちゃん、座っておしゃべりをしよう。はい、喜んで。いい返事だね。はい、喜んで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 。おはよう、レン。今日もいいお天気ね。でも風通しが悪いわ。窓を開けましょう。ねえ、レン、一緒に遊びましょう。私もお人形さんごっこしたいな。今はお休み。だってクロスが出ているんだもの。あの子最近指名が増えたわよね。社会的ニーズってやつかしら。レン、いいこと教えてあげる。はい、喜んでって言うのよ。すると、とっても喜んでくれるの。はい、喜んで。はい、喜んで。何をされても、はい、喜んで。これでみんな喜んでくれるわ。おかしいでしょ。
喜んでいるのはお客様なのにね。私たちが守ってあげる。だから何も見なくていいんだよ。レン。大丈夫。レンは気にしなくていい。それにいろいろとコツがあるの。上手になれば意外と簡単なのよ。レンが心配することじゃない。レンはいつも幸せだからそれでいいの。レンが幸せなら私も幸せだもの。私も一つだけ教えてあげる。とっておきの方法。あのね、相手の気持ちを想像するの。きっと気持ちいいんだろうなとか、今感じているんだろうなとか。痛いのだけは我慢できないけれど、嫌なことは気にならなくなるの。無理やりはダメ。どうしたら相手が喜んでくれるかきちんと考えるのよ。私たちが守ってあげる。だから何も見なくていいんだよ。で、よくわかんない。新しい遊びなんだってよくわかんないよ。大丈夫だよレン。僕は平気。全然平気さ。いつものことだよ。もう痛くないよ。レンがいてくれれば全然平気。じゃあ僕も。あのね、絶対にごめんなさいって泣いちゃダメなんだよ。ごめんなさいって言うとますますぶたれちゃうからね。痛くても悲しくても泣いちゃダメ。ごめんなさいって言っても許してもらえないもん。私たちが守ってあげる。だから何も見なくていいんだよ。レン、何をしているの？罪の色か。素敵だね。そうだね。きっとお腹は真っ白だね。レン、ここには初めから僕たちだけ。僕たちだけしかいないんだよ。そうだよ。初めから。僕たちだけの世界さ。僕たち二人だけ。さあ、お絵かきしよう。何でもないって言ってるだろ。君が悪いんだよ。君が悪いんだよ。何もかも君が悪いんだ。他のみんなはすぐに殺しちゃったくせに、どうして僕だけ生かしておくんだ。君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ。僕を殺さなかったから。僕はもうとっくに死んでいるのに。で、みんないなくなっちゃった。おそらく自分を保つために必要だったのだろう。
きたかったのか。これが生きている人間。レーベ、この子が生きているところを見たい。結社で引き取れないか。夢の続き。レンは強い。ヨシアはある日そう言った。私の知らない言葉だった。レンは強い。そうだ、レンは強い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 んだ。執行者候補、レンはこの上なく優秀だった。そしていつの間にかヨシアはいなくなった。相変わらず世界が回っていた。ヨシアってばどこに行っちゃったのかしら。お仕事って言ってたけど、ずいぶん長くかかるみたいだし、せっかくレンが正式に執行者になったのに。それに本当のパパとママを紹介してあげようと思ったのに。でもいいわ、ヨシアならちゃんと帰ってくるもの。帰ってきてレンに土産話を聞かせてくれるわ。そう、その気になればいつでも。かわいい。本当に綺麗ね。それは真新しい命。真っ白で純粋でどこまでも綺麗な存在。あの子はきっと正しい子供なのだろう。健やかに育って立派な人間になるのだろう。私には無理だったけれど、もう私には無理だけれど、名前の知らない赤ちゃん、どうか幸せになってください。かわいいね、お前にそっくりだよ。ほら、よしよし。前の子はあんなことになってしまったけれど、でもよかった。女神様は私たちのことをお見捨てにならなかったのね。おいおい、その話はしない約束だろ。昔のことはもう忘れよう。ええ、悲しいけどその方があの子のためよね。ああ、おー、よしよし、いい子でちゅね。レン、汚れた子供たち、昔のこと、あんなことになった。前の子そうだったとか、レンもそうだった。初めからレンマ、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 生まれてきレン、レーベ、俺たち執行者には全ての行動が許されている。あの者たちをどうするか、お前の好きなように決めるがいい。もっとも切るほどの価値があるかどうかは疑問だがな。全部
悪も生も死も超えたところを淡々と歩いてきた。幸も不幸もない、喜びも悲しみもない、白と黒が私を切り裂いて、天と地が私をなぶって、私はみだらになってしまった。どこから始まってどこで終わるのか、私はどこにも属さない。私は歩んではいないのだ。ただ世界が回っていた。私の知らないところで世界だけが。ならばそれでいい。世界はいつだって蓮のために回っているのだから。だから悲しいことなんて何もない。偽物さんたちなんて知らないわ。本当のパパとママは他にいるもの。悪くない。悪くないわ。レンはいつも幸せ。いつだって楽しかった。だって。レンは。世界はレンを中心に回っているわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。決まってるじゃない。私がレンのこと。好きだからよ。私は何も言わない。蓮が自分の心で感じるままに判断しなさい。そろそろ夜明けね。行きましょう。バテルマテル。まで達したらブースターを切って飛翔機関に切り替えなさい。Thank you.